はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。1月12日、昨日ですね、パイアプリのトップ画面更新されていますので、いつものようにね、日本語で見ていきたいと思います。パイの1年を振り返るということで、ネットワーク内のマイルストーンを強調表示し、2023年の成果を祝う新機能を通じて2023年のマイニングの概要を解説確認します。ホーム画面のマイニングボタンのすぐ下にある2023年はさようならボタンをタップするとパイオニアとしてどのように成長したかを確認できます。2024年が素晴らしい年になるよう一緒に前進していきましょうということで、でここのこれですね、 by2023 というボタンですね、さようなら2023、こちらを押すと、はい、こんな画面が出てきまして、2023年の、まあ、あなたのねパイネットワークの、まあ、活動ですかねが見れますと。でですね、こちらにデイリーマイニングセッションズということで、まあ、1年やってれば365位になるはずが、私なんでか360ですね、5日間だからね、マイニングしなかった日があったってことなんですかね。ちょっとこれ記憶にないんですけど、基本的にはね毎日欠かさずやっていた記憶なんですけど、もしかしたらね、あの電波環境が悪くて押したつもりが押されてなかったとかあったのかもしれないっていうことですかね。はい、ちょっと、うん、意外でしたね。まあ、1日2日くらい漏れた日があったとしてもしょうがないかなと思うんですけど、5日もねマイニングできてなかった日があったっていうのはちょっとなんか自分自身信じられないですけれども、はい。あとはね、はい、マイニングした量とか、あと紹介者数とか、あとはその紹介した人が稼いだねマイニングの、はい、パイの量が表示されてると思いますので、まあね、去年どんな感じだったかっていうのを見ておいていただければと思います。まあ、ここはね、本当にあの300以上じゃないっていう人はちょっとね、あのちゃんとね、アラームとかセットして毎日しっかりマイニングした方がいいと思います。せっかくね、ただでね、将来かなり爆上げするかもしれないコイン無料で配ってるので、ね、かなりその上場先延ばしされてますけれども、それだけね、パワーが溜まってるっていうことだと思いますので、うん、本当にマイニングアプリのね、本当に元祖といえるこのパイネットワーク、ぜひね、マイニングして、ね、まあ今からでも全然間に合いますので、あと1年くらいはね、上場まで時間あると思いますので、まだやってない方はぜひね、やってみてください。はい。パイネットワークね、こちらの QR コード読んでいただいてアプリ登録してください。詳しい遊び方についてはね、こちらの動画で解説してますので、参考にしてください。はい。そして今日はですね、PXR ネットワークというね、まあ、パイネットワークと似たようなマイニングアプリあるんですけれども、こちらがなんかね、年末にアンケートをやっていて、まあ、2024年って書いてありますけど、2023年じゃないのかな。はい。まあ、ね、この最近のマイニングアプリで、どれが一番ね、いいですかみたいな投票をしたときに、まあ、PXR ネットワークと、あと ICE と、アビーブですね、これら比較して PXR ネットワークが1位になってるっていう、本当かいなって思うんですけれども、個人的にはアイスとかアビーブの方が全然ね、はい、盛り上がっている気がするんですけれども、まあね、PXR ネットワークのツイッターなので、多分そうですね、バイアスがかかってるんだと思いますけれども、素晴らしい PXR マイナーの皆さん、大感謝です。激しい世論調査の結果、PXR ネットワークが2024年のトップの座を獲得しました。皆様のサポートは素晴らしく、コミュニティが PXR を支持して結集しているのを見て、私たちは興奮しています。まあまあそうですよね。だから PXR のツイッターをフォローしている人たちが投票しているんで、まあこういう結果に なりやすいのかなというのはあるんですけども、ちょっとね、盛りすぎじゃないかっていう気がします。はい。で、この PXR ネットワークなんですけども、一応ね、2024年の今年の4月に OKX に上場しますということで、去年のね、そう、年、12月は結構ね、その OKX 上場だっていうツイートたくさんね、あったんですけども、今、ツイッター見直したらもう、なんかその OKX の上場のツイートがことごとく消えていて、なんかあったんですかね、ちょっとわかんないですけれども、ただね、その上場に向けて今ね
コントラクトアドレスを公開しますよということで、わざわざこれカウントダウンして盛り上げてますということなので、上場自体なくなってないと思うんですけど、もしかしたら延期とかね、そういう話なのかなと。本当にね、12月中はかなりの頻度で OKX 上場するよみたいなのをね、何度も何度も投稿していたんですけれども、それがことごとく消えてたっていうのはちょっと気になるんですけれども、まあ、いずれにせよ、ね、3日後ですね、3日後にコントラクトアドレスが、ね、共有されるので、そうすると、ね、出勤準備ができるということで、まあ、出勤機能もつくんですかね、ちょっとそこまでわかんないですけども、はい、ね、TOPXR ネットワークもかなり、ね、頂上に向けて今動いているということなので、こちらも、ね、合わせてマイニングしていただければと思います。はい、PXR ネットワークについてはこちらの QR コードを読んでいただいて、アプリダウンロードして招待コードをこちらね入れていただければと思います。詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画参考にしてください。はい、そして今日のオーバープロトコルの回答ですけども、今日はエクスターナルレイヤーですね。はい、 E から始まる単語ね、似たようなやつありますので、間違えないようにエクスターナルレイヤーですね、こちらを選んでいただければと思います。オーバープロトコルのアプリ、こちらの QR コードを読んでいただいて、ダウンロードして紹介コードを入力していただければと思います。詳しい登録方法、遊び方についてはこちらの動画参考にしてください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。